こういう撮影とかってあんましないですか？しない。しない、しないですよね、普通の人はね。しない、しない、しない。俺嫌なんだから、本当に。本当に嫌なんだから。すいません。まあ、ゆっくりコーヒーを飲みながら。ブラックを飲みながら。はい。どうもこんにちは、トンでございます。本日はスペシャルゲスト、横井名人に。名人じゃないよ。すいません、わざわざ来ていただきまして、ちょっとお話を聞きたいと思います。はい、やっぱり G 杯尾鷲予選といえば横井さん大会委員長だね。ですね。もう終わったけどね。え、終わったんですか？もう終わった終わった。もう次の時代にバトンタッチ、バトンタッチ、もう前岡君にこのから変わるから。あ、じゃあ前岡さんはもう尾鷲予選出れない？出れない。ああ、ざまみろ。これで枠が一つ増えたな。増えましたね。まあ、選手によっては喜ぶ人がおるだろうね。おると思いますけど。ああ、そうですか。うん、長年お疲れ様でした。いいで、その、尾鷲、まあ、祈祷知り尽くした横井さんに、うん、やっぱり尾鷲、秋じゃないですか。うん、秋って、やっぱり、こう、サバも消えてるのか、海は夏なのか、ちょっと難しいイメージはあると思うんです。うん、で、毎回、尾鷲に来てくれる、まあ、選手の人も、うん、なかなか尾鷲は難しいと。うん、沖磯、湾内磯で、やっぱり特徴があると。うん、で、ちょっと秋の尾鷲、まあ、うん、尾鷲に限らず、秋の祈祷っていうイメージを、どういうふうに持てばいいのかとか、うん、県外の人は、やっぱ分からない人が多いと思うんで、うん、ちょっと教えてもらっていいですか？もう、尾鷲、やっぱり勝つためには、尾鷲の磯を全部知り尽くさんと、難しいと思うね。まあ、尾鷲の磯すべてって、広大ですもんね。ほんと広大。だけど、まあ、エリア的には、大きく分けると、引元エリアと尾鷲エリア。ああ、はい。二つに分かれるんですよ。はい。でも、僕は引元も尾鷲も両方通って、いろいろ、こう自分で釣ってやってきたのね。まあ、亡くなられた古いね雪丸 の、はい、船長、はい、うん、船長にもいろいろ、まだな、1回の長考で4、5回磯変えてまったこともある。へえ、うん、そうなんですか。そのぐらい至るところを釣った。うん、それは磯を覚えるっていう、磯を覚えるため、うん、はいはいはい。尾鷲ってさ、もう最近はやっぱりこうある程度潮が流れるようになってきたけど、はい、僕のやってた頃のイメージっていうのはもう尾鷲池だったんだね。うん、選手もそういうことない？あります、あります。あるでしょ。はい。で、尾鷲はもうよその地区に比べると、まあ沖ノ島もとか鵜来も似とるんだけど、はい、潮があんまり流れないよね。ああ、あまりっていうか、もう15年20年前はもうほとんど流れなかった。ほんと池だった。うん、だから三原さんの三原浮ってあるでしょ。はいはいはい。三原浮とかって丸いじゃん。あ、そうですね。うん、丸い上に上に逆光玉がついてさ、だるまさんみたいな、うん、フラ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 してるじゃん。ええ、うん、で、ああいう木がこう潮の流れがないとこで、うん、こう差し合いの状態がわかる。おお、うん、だからやっぱりそのところどこによってあった浮きを作らないとやっぱり勝てなかったんじゃないだろうかなと思うんだね。ああ、なるほど。だから潮の動きのないところはこう三原浮みたいなフラ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 した浮きが良かった。潮の流れがあったらずっとこうね、はい、引っ張ってくれるから、はい、ある程度どんな浮きでもいいだろうけど。そうですよね、うん、九州みたいなねエリアだったら潮がよく動きますけど、うん、でも最近の僕の感じだと、うん、尾鷲の湾、小山とかの湾内に限るかもしれないんですけど、うん、上潮が滑る、うん、で非常に小型が邪魔をする、うん、そういうイメージあるんですけど、やっぱ昔と変わってきてますか？昔に比べたら小型って言っても知れとる。見ないじゃん、あんまり小型の。そうですね。昔の巻きをバッと巻けば
もう海面が真っ黒になるぐらいうわっと盛り上がってきたのが、今はもうほとんどそういうこと少ないでしょ。うん、真っ黒にはならないですね。ならないでしょ。ならないですね。しかも夏でも薪を撒いても出てこない時すら夏は難しいですよね。難しいね。はい、うん、でもまあ話戻すと、結局あの基本的にその秋から、はい、あの冬にかけて、あの両方はね、両方は、うん、例えば秋は大きい磯、はい、うん、大きい磯の、まあ、たてがみとか、うんうん、ああいうところで両方が釣れて、はい、で冬になるとだん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 産卵のためにこう両方はこう湾内の奥の奥へ入ってくる。ああそうですね、はい、うん、奥の奥へ入ってくるもんだから、その場所あの釣り場的には湾内の方へ入ってくるほど、うん、秋はあまり良くはないんじゃないかなと思うね。あ、両方はね、両方を狙う場合ですね。狙う場合はね、はい、うん、ただ地配は、うん、規定寸法以上のなんか釣り放題じゃなかったでした、ルール。僕がやっとった頃はそうだ、ね、あ、これから変わる可能性もある。あるね。あ、で今はもう状況が変わってきてるから、あの僕はだから湾内も沖磯も平等にするために、その湾内でちっちゃいのをたくさん釣って、沖磯で両方が、ね、何枚か釣れたのに勝てるように、あのなったりかな、もうキーパーサイズを決めて、はい、あの総引き数を決めんかったのね。あ、うん、そのおかげで僕ラクダで優勝できました。できたね、はい、うん、そういうことあったね、はい、だから例えばそれが引き数が10匹に決まってたら、沖磯行った人が有利になるじゃないですか。ああ、そうですね、うん、両方がアベレージが違いますからね。そう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 、だからあのわざわざ前の日にあの試調して、はい、でこのサイズならいいかなと思って、もう23センチなり25センチなり、あ、それでアベレージを僕が決めとった。うーん、でそういうふうにしてあの最低寸法を決めて総重量にしとったんだけど、まあまああの魚も少なくなってきたことだし、はい、うん、あんまり釣れなくなってきたことだからって言って、まあ去年最後だったかな、はい、まあ、10匹に来て変えたんかな。うん、でまあ、これから先どうなるか分かんないけど、あのそれは前を組んでやることだけど、あの総引き数にするのか10匹にするのかちょっと分かんないね。ただね、やっぱり湾内で沖に勝とうと思うと、うん、引き数制限されると辛いんですよね。辛いね。だけどそうだな、あの湾内でもこうサバがおる時期だとかいろいろあるじゃないですか。はいはい、沖ってサバだらけで、で湾内で助かったっていう例もありますね。場合にはあるからね。ありますよね。辛い機会には言えないけどね。ただその G 杯をやっぱり抜けるには、まず磯を覚える、うん、そうだね、磯を覚えなきゃダメだね。ああ、例えばさ、はい、東君が乗ったラクダ、はい、ラクダ俺前の日試乗してるんだね、そこで。はい、ものすごい釣れたんだわ、うん、なんか結構いい方もいい方もラクダで40センチぐらいまで釣れた。ああ、うん、僕は釣れませんでしたけど。で何2時間で11キロぐらい釣ったの、うん、はあ、そのまま放流してきちゃったからいかんかったかもしれないけど多分ね、それでもうみんな逃げちゃったんだと思いますよ、うん、かもしれない。嵐が降ってきたからなんていうラクダでも正面のこう、はい、はい、正面向き、はい、正面向きはこうちょっとこう駆け下がっとるところがあるね、はい、そこからドンと一気に落ちてるところが、そうですね、うん、でそういうところでこう待って釣る釣りだとか、うん、こう餌取りがいっぱいおるときはね、はい、でそういうところで両方釣れたりとか、うん、あとはあれ取るときだったら裏のなんていうの、結構ガシャガシャしてる楽あれですよね、軍艦向きっていうよりは軍艦向きだね。そうですね、うん、はい、軍艦向きの裏側、はい、裏側でこうだって普通なら池みたいに浅い池みたいになってるところ、水深1メーターもあるかないかのところで、はい、ちっちゃな石がいっぱい入ってるところ、うん、そういうところでたまたまさらしがその時はあれ取ったから軍艦の方からバーンと抜けてきてたから、うん、もう
なんていうの、白泡がいっぱい立って、その中でいっぱい釣れた。はいはい、ああ、うん。その磯その磯でやっぱり、こうなった時はこっちをこういう風に狙うみたいな攻略がやっぱあると思うんですけど、やっぱ一つ一つの磯で、なかなか覚えれないじゃないですか。一つの磯でも、だからそうやって荒れとる場合もあれば、ですよね、ベタな場合もあるし、でそれを通って覚えるしかないよね。それを、なんとか楽に抜ける方法ないのかなと。そんな楽に抜けるからね。そうですね。ないよね、それは。それはないですよね。ないですよね。うん、ただ、よく、僕も横井さんに言われるんですけど、本当に、全国でも通用する人間になりたかったら、A 級磯じゃなくて、B 級磯でも、もう、抜けれる実力がないとダメだと。そうだね、もう、僕がやったところは、B 級磯までに上がれれば、なんとか抜ける自信もあった、当時はね。だけど、今難しいよね。だって、1.5 等船ぐらいでね、はいはいはい、当然がまあ6船あって、でその中の1.5 等船分で1人しか抜けれんわけじゃんね。ですね、うん、だから相当きついよね。そうなんですよね。なんか都船がまたぐもんで、こうエリアが大きく離れちゃったりする時があるんですよね。それも一応ね、審査の側、役員の側としては考えて、何、同じような場所でっていうことはやっとんだけど、あ、難しいよね、それはね。そうですね、で、あれだね、その中でどうしても勝ち上がらな、ですね、当たり外れやっぱり磯はありますけど、まあ、ちょっとでも戦える可能性がある磯だったら、抜けるべき道を探せと。そうだね、知っとる磯と知ってない磯ではやっぱり大きく差があるでしょ。最初から例えばトーナメントだったらさ、はい、なんて言ったらいいのかな、トーナメントだったら例えば1時間1時間で2時間、1時間ハーフで2時間とするじゃないですか、はい、そうするとその1時間の試合のうちに10分でその磯を攻略できた人と30分かかって攻略できた人では20分の差があるわけじゃないですか。その20分間の超過って大きいじゃないですか。大きいですね、うん、うん、だから知っとる磯の人はもうそのパターンを、その時釣れるパターンを5分で、ね、釣れるパターンが見つけれればむっちゃたくさん釣れるわけじゃないですか、うんうん、だけど知らない人がその磯上がって1時間の後に見つけとったら、まだそれは大差つくわね。ですよね、うん、うん、そういうことだと思うね、うんうん、前僕ファイトクラブってやったのね、はい、で、まあ、20人ぐらい若い人集めて、はい、でトーナメントの練習しとったわけよ、はい、大瀬で。その頃でさ、昔のユミナロの船長に世話になったのは、はい、1日に4回も5回も磯回転回ってやっとったんだけど、でそんな中でこう45分ハーフとかでこう場所替えしてやって、うん、で練習して帰ってきたからみんなでミーティングするわけですよ。ただ言われたことが、横井さん、そんなトーナメントの練習したって予選勝ち上がらなきゃ意味ないじゃないですか。まあ間違いないです。そういうこと言われたんですよ。でその言われた本人に俺言ったことが、トーナメントは2時間例えばね、あるとしたら1試合がその2時間のなんかずっと集中してやるじゃないですか、最後の1分まで、はい、うん、だけど予選は6時間あるとするじゃないですか、うんうんうん、そしたら自分6時間ずっと集中、最初から最後まで6時間ぶっ通しで集中しとるかって言って、絶対休憩しとるだろうって言って、うんうん、でそれでは勝てないよって言って、うん、一番言いたいのはやっぱり6時間集中し続けること。うーん、6時間集中し続けなければ絶対勝てないよって。確かに、うん、5匹総重量とかだったら、うん、とりあえず5匹揃えたら、うん、なんか休憩しそうなもんじゃないですか。まあそうだよね。ただ総重量で、うん、こうキーパー以上の総重量だと、うん、もう休みなく釣りまくらなきゃいけないんで休憩できないですよね。それはそうだろうし、それよりも何よりも、僕一回内田浩一さんって、はい、ね、かつてのモニター
と一緒にたまたま磯焼かれちゃったことあるんですよ。あ、はい、うん、それ確かね、虎城だったね、うん、戸ヶ島で、そこでこう朝始まってから3人で上がってやっとったんだけど、全く朝一こうキーパーの長がギリギリサイズが1匹釣れただけで全く釣れないの、ずっと。ああ、もうこれでこの試合終わったかなっても思ったので、雑談でその内田さんと、まあ終わりました今日今回はって言っとったのたら、横ちゃん何言っとんのお前はって、そんなことやったら最後も最後まで諦めて感じて、うん、もうとにかく最初から最後まで集中しなあかんぞって、その時に初めてその内田さんに言われて気がついたね。ああ、やっぱり最後まで集中しなあかんなって。でずっと集中してやっとったら、はるか沖がこう流れがあったんですよ、はい、それに気づいた。でそこへぶん投げて、もうそこから怒涛の40前後の、あ、40前後って40までなかったよな、35から40ぐらいまでの武藤と長の入れ食い、うん、遠投でその潮に、その潮でこう入れ食いになって、でその時もう11キロか14キロぐらい釣れちゃった。そのほんの1時間か2時間ぐらいの間で、うん、入れ食いになって、で最後お茶さんに俺も釣らせろよって言われてもうお前そんだけ釣ったら十分だろって言われて、うん、そのこともあったから、やっぱり最後まで諦めちゃいかないし、うん、常に全体的に磯を見ないと、高いところに立って、はい、で磯の状況を見ないといけない。うん、で潮が動いてないっつって一番最初言ったでしょ、はい、うん、潮が動いてなくても表面だけのこの潮の潮を見て動いてないっていうこともあるかもしれんけど、こういうこともあるね。昔茶瓶の茶瓶があるよね、はい、わかります。車輪乗った時に全く潮が動かなかった。うん、うん、全く潮が動かなかったけど、まあゼロゼロの浮きで、うん、こうあっちこっちこう遠投して投げとったんですよ。はい、ただこうカレントってわかる？サーファーやってる人はわかるよね。カレントといえば、カレントっていうとチームの名前しかわかんないです。あ、チームだ。あの、なんていうの、離岸流。あ、はいはい、離岸流。離岸流わかる？はい。こうま、例えば砂浜とかなんかだったら、ええ、奥から波が寄せてきてこう陸に当たるじゃないですか、はい、波打ち際、はい、ただ来るだけじゃなくてどっか出てくとこがあるわけだ ね、それにみんなさらわれるわけだね、はい、ずーっと来て集まって沖に出てくる一本の筋があるわけだ、はい、南流、はいはい、そういうのがメディアの情報です。なんか押しましたね。ん、俺かなでそういうのがある、離岸流ね、うん、カレントがあるからどっかにそういうこう潮の動きがあるんじゃないかっつって、うん、であっちこっち探っとったらあったんですよ、それが、うん、表面じゃなくて底中が動いとった。うーん、ある一定のこう水深1メーターとか下がった時にヒューンって浮きが前に出るんですか。前に出たの。ここだと思ってそこを投げで負け打って、あの釣ったらもうボコボコ釣れた。あ、まあ、大体だけど潮が動かんときは普通は急ぎ際だとかです、ねね、下り際でもうそういういるところへ魚のいるところを狙うんだろうけど、そういうこともある。うん、うん、こうやっぱ諦めない集中するっていうのはあるんですけど、うん、一緒のことを一緒のようにやるのはダメですよね。例えば、そうね、それはもう負けを打ちすぎちゃうとか、弟子に言っとんだけどよく同じこと3回やるんだっつって。ああ、うん、3回はダメだと。3回はダメだ。もうこれは三原さんから教えられたことなんだけど、はい、同じことをやっても釣れないからですよ、ね、もう3回やってダメだったらもう次の、もう頭の中は常に次のことを考えてる。うん、常にこれやってダメだったら次何しようかなってずっと考えてなきゃいかんわね。うん、そうですね、うん、サイズアップにしろ、魚に出会うにしろ、そうそうそう、それで答えが出たらいいですけど、うん、出ない時の方が多いですもんね。まあ出ない時の方が多いけど、た例えばトーナメントやる やる時って自分のそのパターンって決まっとるでしょ、仕掛けのパターン。あ、はいはい、うん、何でもパターンがあるじゃないですか、はい、例えばあの当たりはあるんだけどさ、あの針に乗らないっていう時は、うん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 、例えば浮き輪触った時に合わせる、うん、でちょっと潜ったら合わせる、それでも合わんかったらずっと潜ってって、
で、ミチートにテンションがピピッとかかったら合わせるとか、はい、その時その時のパターンになるじゃないですか、はい、うん、でそれもあとは例えば重りがあった方がいいのかない方がいいのか、そうですね、はい、何をこう違和感があって魚が食わないのか分かんないから、その時のパターンをこう見つけなきゃいけないよね。うん、うん、でそのパターンをやっぱり早く見つけるのが一番最初言ったその紹介さが出る、うんうん、そのためには3回一緒のことはするなと。そうそう、でも次から次と次のことをやっていかなかった、その、はい、棚にしろ針にしろおぼりにしろ、うんうん、あとポイントにしろ、はい、うん、何でもそうだね、釣れ続いた同じところでたくさん釣れる、釣れ続いてちょっと聴覚が落ちたなと思ったら、うん、まあ、例えば5メートルぐらいこう右に振ったりとか、はい、うん、そういうのも聴覚が差が出ることもあるし、うんうん、まあ予選だったら一緒に誰かと乗るわけじゃないですか、うん、でまあ沖磯にしろワンダイソーにしろその誰かと乗って、うん、そのまず誰かには絶対勝たないとダメじゃないですか。まあそうだね、うん、そのこう駆け引きとかってあります？その知り合い、まあほとんど知り合いにまあなってきてますけど、うん、その一緒に乗る可能性のある方も、うん、もうその人には絶対勝たないと予選には抜けれないわけで、うん、こうなんかその駆け引き的なものとかあれば教えてください。あ、一緒に乗ったに磯の人間に、はい、まあそれはもう気にしないですか？もう自分の釣りがあるのみ、もう気にしてないね。例えば境界線とかどうですか？境界線は寄せの時はまあ、お互いに、まあね、そこのエリアにまでは入っていかないということだろうけど、はい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 、釣り座は決めてあっても境界線は予選では決めてないからですよね、うん、大まかなルールで、大まかなルール、その選手同士での話し合い、相手の邪魔にならん程度でっていうことだよね。ですよね、うん、やっぱりその話し合いでいかにこう、うん、まあ相手も有利だけど自分にとっても釣りが成立するように持っていくっていうのも一つの手じゃないかなと、うん、まあ僕が一番嫌うのは相手に負けへの邪魔されること。ああ、うん、それは嫌ですね。だから例えば秋は特にそうだけど、その負けによっていらん魚を餌取りをしたりだとか、ね、いい両方が釣れる負けをしとったのにコッパぐらいしか釣れんかったとか、ノンキーパーしか釣れんかったとか、相手の負けによってさ左右されるじゃないですか、近くにおると、はい、逆にそれは嫌いだね僕は。ああ、うん、そうですね。だから相手の同じエリアを釣るっていうのはもう場所交代してからやればいいことだし、あと今ので思い出した潮、うん、で全然その動かない尾鷲のエリアなんだけど、まあ、当時はね、今は結構動くじゃないですか尾鷲でも。だけどやっぱりその尾鷲のエリアでは潮が満潮から2時間後が一番動く潮、はい、で干潮から4時間後が一番潮が動く時間っていうのは頭に入っとるわけよね、うん、その前後1時間を特に集中する。うん、で特に集中してその時間帯を、うん、攻める。で、うん、磯によってだけど、例えば沖磯は下げ潮が有利なポイントばかりなんですよ。下げ潮、下げ潮、で湾内磯はこう込み潮が有利な釣り場ばっかりなんですよ、うん、まれに両方できるとこもあるんだけど、はいはいはい、ほとんどがの磯がそういう磯、うん、でどこまでが大きい磯でどこまでが内磯かって言われると、これまたあれだけど、なんて言ったらいいのかな、例えば地の株だとか、はい、小山よりも中が内磯、はい、うんうん、で引き元エリアで言うと大石とかから中が内磯、うん、はい、大石の離れは沖ですか？大石の離れは中磯、まあどっちでもないな、あんまり動かんから、うん、いい磯ですけどね。いい磯だけどね、はい、うん、あれいればね、あれいればいい磯だけど、はい、うん、だからそういうイメージ、うん、うん、そこから沖は、まあ、沖磯というふうに判断する。おで、そこから沖の磯はやっぱり
下げ潮が有利で、そこから中の磯は込み潮が有利っていうふうに判断しておいた方がいいね。だからそれによって込み潮の時は下げから4時間後が前後1時間が要は潮が一番動く時間帯っていうのを頭に入れておけば有利、うん、だから下げから4時間後の前後1時間ね。うん、で下げ潮の時は満潮から2時間後の前後1時間だから、それは沖のエリアが有利だ。潮が一番動く時間帯じゃないかって思うね、うん、なるほど。あくまでも僕の思ってる基本だよ。その時間帯にいかに集中して探せるかっていうんですね。うん、うんうん、なるほど。まあ、今100万円分ぐらい喋ったぐらい。そうですね、100万円払って G 杯の予選を抜けれるんなら安いのか高いのか、お金持ってる人は出しますよね。知らん、パソコン知らん、なるほど、うん、まあそんなとこだな。あと、うん、縦紙のエリアに、まあ、限ったことじゃないんですけど、うん、こう尾鷲の予選で、うん、お長グレって意識的にこう、うん、入ったりしますか。例えば縦紙とかで、あ、これはでかいお腹が出そうだみたいな、だからタックルをどうしようみたいな、そういうのはない、ないです。ないないない。まあ、あくまでも口太。あくまでも、もう、なんて言ったらいいかな、トーナメントタックル。太い糸で、僕はね、はい、僕は太い糸で、尾鷲ではだよ。はい。うん。よその地区行って、例えば、なんていうの、絞り際を釣ろうとか、そういう時はサンゴを使ったりもするだろうけど、はい、そうじゃない限り大瀬ではもう 1.5 号以上使うことはないね。ほとんどもう予選は 1.5 号まで。なるほど、うん、それはもう、地の角に上がっても縦紙に上がっても茶瓶でも同じ。やっぱりキーパーが早く取りたいから、はい、どうしてもやっぱり早く馴染む細ハリス、はい、で潮が動かないときは軽い仕掛けで釣りたい。軽い仕掛けってさ、どうして有利か分かる？ん？軽い仕掛けはどうして有利か分かる？上からゆっくり探れるっていうかね、はい、潮が動かないときは軽い仕掛けの方が有利だね。はい、例えばこれはね、宮川さんのお弟子さんに教えてもらったんだけど、こうハリスがさ、1号からこう順に 1.2 号 1.5 1.7 2号ってずっとこうアウトするじゃん。で同じ50センチぐらいずつずっとこうハリスを物干し竿からぶら下げて、で例えば同じ4号なら4号の針をくくっとくじゃん。でもうこう40センチなら40センチ30センチなら30センチ掃除機ずっと吸ってくると、2号からずっとこう吸ってくると、軽い細いハリスに来た時にこう動くと思うんだね。うん、軽いから、うん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 、しなやかだし。ということは潮が動いてない時にグレがこうやって吸った時に、はい、こう一番違和感なく吸えるのはやっぱり細いハリスなんです。あ、軽いハリで、ですね、はい、うん、はい、で返しの中にそのハリスがずっと入ってると入ってるじゃないですか、はい、その表面、ハリスの表面がずっとこう全部海水の中に入ってるから、グレが吸った時にそのハリスのこう水を切る、海の海水を切るこう重さ、うん、だってサンゴだったら例えば太いから、はいはいはい、うん、そうですね、うん、だけどそれに1号のハリスだったらもっと簡単に吸えるわけじゃないですか、はい、違和感なく、はいはい、うん、潮が動いてないってことはそういうことだと思う。で針も例えば重たい針と軽い針があるんだったら、軽い針の方が違和感なく吸えるわけじゃん、うんうん、で僕はトーナメントの時はヘラブナスレ3号って言ってガマカズの、はい、よく使ってたね。ヘラブナスレグレバリですらないじゃない、ヘラブナスレ3号でも2キロまでのグレだったら強引にでも、まあ多少伸びるけど強引でもできる。それ五島でも使っとった。五島で本線で使って爆釣したこともある。うん、で例えば冬の時期に戸ヶ島で50センチ狙いに行って全然釣れないって言って、
で一度でいいから戸越に曲がりたいっていう会員の子がいたから、はい、その子連れて上がったんですよ高場へ、うん、全く釣れない日でやって、うん、うわーダメだねっつって で当時雪の船長は針さ4号だぞとか竿は2号だぞとか針は8号だぞってはい、はい、めちゃくちゃ、まあ、本当のもそうやって行ってみんなそうやって釣っとったじゃないですか。でも俺も 1.5 から帰る気がないからずっと 1.5 で釣っとったんだけどそれでも釣れんかったからその時に針をヘラスレ3号に変えたんですよ。ヘラブナスレ3号に、はい、バカバカ当たってきた。ほー、うん、なんでこんなに違うかな。いやだから針変えただけだよ、うん、そのだけの違和感で食わんかったんだね、うん、吸い込もうとする、する、うん、けどその加えた瞬間にもう離しちゃう。離しちゃうのね。あ、うん、だからやっぱり潮が動かんっていうことはそういうことだよ、うんうんうん、潮が動かなければ動かない時ほどあのハリスは細く針は軽くしないとダメだって言って、うん、なるほど。で大体あの潮が動かん時に大きな群れ釣れる時は針小さくしてるもんね。うん、まあ、ハリスをあの細くするよりも針を小さくした方がまだいいよね。針が小さくして飲み込まれて、まあ、かかりどころが少なくなるわけだから、はい、ある程度強引にやったら見切れの可能性が高いけどね。そうですね、うん、だけどあのかけなきゃ取れへんからよ。まあ、うん、食わせるっていうことに特化すればそうそう、うん、そういうことだ。ちっちゃい針が、うん、有利有利ですね、うん、なんかちなみにあれだよあのいつも大汗予選の時は何号の針使ったの？僕5号が多いですね。普通のグレバリの5号です。あ、はい、例えばあの5号でもさ、いろんな針があるじゃん。はい、はい、うん、なんだ、自分よく使ってる TKO か。TKO は、うん、あの予選の時は使わないんですよ。あ、使わない？うん、まあ、それ正解だわ。はい、うん、だから予選の時は、まあ針軸が長い分針がくくりやすいだろうけど、はい、もっと短軸で、うん、競技口太とかあとファイングレとか、うん、ファイングレそうだね、はい、ファイングレ軽いじゃん。軽いです、うん、はい、で通常だったらファイングレの5号から始めたりとか、あ、はい、する方が有利じゃない。最初からやっぱりちっちゃい針使っちゃうと、うん、もうそこから落とせなくなるんで、うん、そりゃそうだよ。なんで僕は5号なんです。それ正解、最初は5号でいいと思う、はい、うん、最初は5号でいいと思う、うん、うん、ヘラブナスレの3号使ってみたり、はい、で僕の弟子たちはいろいろとそこから変形して渓流針使ったりだとか、うん、はい、グレ針の3号の軽いやつを見つけてきてそういうのを使ったりとかしてる。まあ釣れない時にじゃあ、うん、その予選なんかでも、うん、1匹を探す時にはじゃあすごい有利な今お話ですね。そうだね、はい、うん、なるほど。1対1の試合でもそれは活かせますもんね。活かせる、はい、うん、まあ、昔はあの釣れんかった時のたこうそれはトーナメントの時だけど1匹早掛けとかってあったよね。そういう時はもう絶対にそれに特化しとったよね。なるほど。でハリスを、うん、まあ、細くするよりも針をちっちゃくして、うん、ちっちゃそうだね、うん、なるほど。針を小さくして、うん、あとはもう餌もそうだね。餌の付け方も例えば僕は基本絶対頭つけるんですよ。はい、うん、頭つけてその状態を見ながらこうグレが触ってきてるのかなとか、うん、いうの見たいから、うん、それからもうだんだん変形してきて半分むき身にしてみたいだとか胴体だけど、うん、むき身使ってみたいだとかいろんなやり方するけど、うん、やっぱり小針の時はその針に大きさを合わせた挿絵にしていくんですよね。まあ、小針で大きな餌をつけます。基本はそうだ、小さい小針には小さいなんだけど、はい、とにかく僕は頭つけて様子を見たいから一番最初は頭つける。ああ、はい、うん、それで小針でも変形していく、うん、そう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 、なるほど、うん、まあ巻き餌入れるじゃないですか、うん、でまあ例えば思うように釣れないと、うん、そうしたときに次の展開として、うん、まあ、あの針をちっちゃくするという話がありましたけど、うん、もうどんどん棚はやっぱりお汗は深く深くした方がいいんですかね。
大体さ、秋磯ってさ、はい、僕夏を引きずってるイメージがあるんで、僕の秋磯は大体一広半からスタートするのね。一広半、一広半からスタートする、うん、でそれからこう探っていく、うん、一広半からスタートして探っていくのがパターンだよね。それは あくまでもその総重量の場合よ。はい、はい、10匹になったら知らんよ。そうですね、型だけ選べて型を出さないとね、うんうん、あくまでも総重量の話だったら、はい、そういうことよ。うん、何も深いところ行ったら時間かかることだ。例えば2広までで挿絵が残りっぱなしの状況でも待ちます、うん、秋はある程度待つね。あ、要はその攻めに行くよりも食い上がってくるのを待った方が、はい、うん、その当僕がやってた当時はそういうパターンの方が多かった。でそれもだからパターンの一つだから探さなかんわね。グレ、うん、のいるであろうところまで入れてくんじゃなくて、うん、動けるグレを探すと。そうだね。その時にそのまあ僕の場合はもう前日視聴 しとったけどそういうパターンも探しとるからね、はい、うん、その今日はどういうパターンの方が悔いが良かったんだろうなとか、はい、いろんなパターンを試して、うん、棚も試して、でも常に一広半なわけじゃないよ。最近ではやっぱり二広半ぐらいで食ってくるパターンが多かったりとかしとったから、うん、はい、うん、常に一広半っていうわけではない。うん、今だったらもう逆に二広半から行った方がいいのかもしれないけど。あ、だからどうなの 今やってる本人はどうなの。いや僕は、うん、例えば、ハリスはだいたい、一広の棚を攻めたい時でも、二広取ったりするんですよ。うん、で、わざと、こう、テンションかけて斜めにして、やったりするんですけど、うん、それはなぜかっていうと、うん、ちょっと深く釣りたいんですよ。うん、釣れる魚が、例えば一広で、食うって分かってても、ちょっと下を釣りたい。っていう、ちょっとスケベ心みたいなのがあって、うん、その一広で釣れるよりも、ちょっと下には、うん、1センチでもいい魚がいるんじゃないかと、うん、そういう感じでやってますね。マキエはやっぱり活性を上げる。そうね、マキエはやっぱり活性を上げるためと飛ばすため。ああ、うん、まあ自分の飛ばしたいところに飛ばすためっていうことだね。やっぱりじゃあ自分が操作しやすいマキエに仕上げることがやっぱり大切ですね。そうだね。例えばサバだらけでさ、はい、なんとしてもない時に、うん、途中で巻き絵凍れたらダメです、ね、アウトじゃん、はい、だからやっぱりガッチガチの巻き絵で沖にサバを集めといて、まあ、僕の場合はね、海面に直接巻き絵は巻かない。巻かない、巻かない。だからこうさらしがあるとしたら、そういうこうさらしで磯の上に上がってくるじゃないですか、さらしが、はいはいはい、で磯の上にこうオキアミ、まあ、巻き絵じゃなくて刺し絵をパラパラっとこう手尺で巻いておくんだよね。置いとく引き波に持ってかせるんですか。そう引き波に持ってかせると巻き絵がこうやってさらしのこう手前に潜るわけじゃない、はいはいはい、でサバは沖におるじゃんね、うんうん、で際を例えば 2B とか 3B とか 5B で張って釣る。そうやってサバを避けると高確率でグレが釣れる。手前に入りやすいですもんね。そうそのためには硬い巻き絵が必要なんだね。ああ、うん、サバ用ですね。サバ用、まあ、磯変えてくれも言えないですしね、予選だったら、ね、うん、だからやっぱりアジサ、いやアジじゃなくてサバ自体は一緒に乗った人にもよるだろうけどどうしようもないね、それだけ選べる。どうしようもないですね、うん、横でバカバカ巻かれたらね、もう何ともなれへん。何ともならんですね、うん、サバ寄せてもらうだけ寄せてもらって、うん、まあそれの時はちょっと考えるからね、うん、そうですね、もう心中するしかないですね。いや最後まで諦めちゃ最後まで諦めちゃいけないっていう話してましたもんね。そう最後まで諦めちゃいけない、はい、だから全体を見渡せばどっかに巻き絵の効いてないねポイントもあるかもしれないし、はい、うん、まあ、とりあえず予選を抜ける以前に、うん、最後まで諦めるなと。諦めないね、はい、常に全体的に海の状況を 見る、うん、あとはもう3回同じことはやらない。3回同じことはやらないと、うん、もうそれにつきますか。そうだね、うん、なるほど。あと通ってくださいと、おわせいっぱい、あとは
尾鷲の土仙屋さんを設けさせてくださいと。そう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 。そういうことで話の締めでよろしいでしょうか。はい。ということで、尾鷲予選について、大会委員長、元ですね、うん、横井さんにお話しいただきました。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。